フェルミ研究所へようこそ。こんばんは。あなたは他人の意見に流されずに自分を貫いたことはありますか？誰もが大多数の意見に流されがちですが、それで幸せになれるのかというと、それは別の問題です。時には他人に笑われながらでも自分の意思を信じて行動する必要があります。今回は人々にバカにされながらも自分の意思を貫いて作られた素晴らしい絵を3つ見ていきましょう。ビニール袋のダム。洪水の被害に遭ったことはありますか？水位が比較的低くても床が水浸しになると大きな被害が出ます。しかし実際にこのようなことを言われても対策をしていない家庭がほとんどです。ランディ・ワーグナーさんは近くに川があったため真剣に洪水になるのではないかと心配していました。近所の人々は洪水が起こるなんて信じていませんでしたが、ランディさんは洪水が起こった際に被るであろう被害を計算すると、インターネットでアクアダムと呼ばれる120メートルのビニール管をおよそ90万円で購入しました。注文したビニール管が家にやってきた時、近所の人たちは90万円でこんなものを買うなんて馬鹿げていると彼のことを笑い、頭がおかしくなったのかと聞いてきたそうです。彼はその長い管で自分の家を囲い込み、管の中に水をいっぱい入れてお手製のダムを作りました。それから 2,3 日すると洪水警報が発令され、水位が上がり始めるとその地域全体が70センチメートルの高さの水に浸かってしまいました。この地域はランディさんの家を除いて全ての家が浸水し、大きな被害を出しました。救急隊員も出動する事態になりましたが、ランディさんの家の周りだけはアクアダムによって守られ、何の被害もありませんでした。この出来事の後、ご近所さんが冗談を言って悪かったと謝ってきたそうです。ビニールハウス。スウェーデンのストックホルムの冬は寒く、マイナス2度まで落ち込みます。そのためストックホルム在住の人々は家で暖かい毛布にくるまってウールの靴下を履いて暖炉の前でぼーっとする時間が増えます。しかしストックホルム在住のチャールズ・サキロットさんとマリー・グランマーさんはこの寒さに対してかなり変わった方法で取り組みました。それは家全体をビニールハウスで囲み温室にしてしまうという画期的な方法です。はじめはこの馬鹿げたアイデアに笑いものになりましたが、真冬の時期でもこのビニールハウスに包まれた温室の家の中は15度から20度に保たれ、風や雨も防ぐことができたため2人は大満足でした。さらにこの暖かい環境のおかげで家の中でトマトやピーマン、ブドウなどを育てることもできました。この奇跡の家は多くのマスコミに取り上げられ、周囲の人々は建てるのにどのくらいの時間と費用がかかったのかを聞いてくるようになったそうです。水上ハウス。カナダ人夫婦キャサリン・キングさんとウェイン・アダムズさんは長年大きなマイホームを夢見ていましたが、経済的な理由から土地を買うお金がなく、その夢は叶いそうもありませんでした。しかし2人は諦めませんでした。土地が買えないのならと田舎に引っ越し、そして水上に家を建てることを決心したのです。それから24年経つと水上には宮殿ともいえる建物が出来上がりました。家を作る材料は廃品や海岸に打ち寄せられたものを使い、全体の重さは500トン、生活に必要な部屋も十分揃っています。室内にはビニールハウスで育てた野菜が実り、室内で釣りをすることもでき、電気は宮殿に取り付けられたソーラーパネルで補っています。周囲の人々はまともじゃない、遅かれ早かれ普通の生活に戻るに決まっていると言いましたが、キャサリンさんとウェインさんは今もこの家で幸せに暮らしています。以上が人々にバカにされながらも自分の意思を貫いて作られた家です。皆さん一人一人違うわけですから、仕事だけでなく住む家も同じ必要なんてないんですよね。
の授業は終わり。また来てね。